こんにちは、いかにのりこです。今日はですね、パワースポット神社っていうことで、お伝えしようと思っているんですけれども、3月の初めですね、札幌に行ってきました。で、札幌で行ったのは今日は3社行ってきたんですけれども、とってもね素晴らしいエネルギーで、ぜひねご紹介したいなと思ってるんですけれども、そのまず一つ目行った神社がですね、どこかっていうと札幌伏見稲荷神社っていう場所なんですね。ここはですね、鳥居がずらっと並んでてすごく美しいんですよ。で、京都のね伏見稲荷大社の分霊されてる神社ですので、やっぱりねその鳥居がねガーって並んでるのがまた素晴らしいんですね。で、ここをね歩いてると何を感じるかっていうとね、どん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 違う空間、異次元の世界に入っていくっていう感じなんですね。そしてもう一つあるのがですね、願い石っていうものすごく波動が高い石があります。で、この神社っていうのはもともとものすごく、どちらかというと金運アップにとてもパワーがあるなっていう神社です、ご利益として。そして、金運アップのね、商売繁盛だとか金運アップのお願い事っていうのはとってもいいんじゃないかなと思うんですが、ただ恋愛もいいって言われてます。まあ結構ね、恋愛でね最近は話題になってるような神社なんだそうですけれども、ここは大国主の御事っていうね、神様がいらっしゃって、この神様が実は縁結びの神様って言われてるんですよ。なので恋愛も、いいよって言われてる神社です。で、ぜひねそこを参拝したらですね、行ってほしいところがあって、そこが願い石っていうね、実は生きてる石って言われてるんです、この石で。触ったらいいよ、触ったらものすごくエネルギーを感じるよっていうことで、私は触ってきたんですけど、なんかね下からドシンとくるようなエネルギーがあるんですよ。で、もう触ってるだけでもものすごく波動を感じるので、ぜひねこれを入れてますので、後でね手をかざしていただいたりだとか、パソコンを通じて触っていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、このね願い石って実際は願いをするときに自分のね好きなこと一つ立たなきゃいけないって言われてるんですけれども、まあね、私は願い事をするっていうよりも波動を感じてほしいなと思いました。これはぜひねまた行ってみた時にやっていただきたいかなと思います。そして次にですね、三好神社っていう神社に行ったんです。で、ここのね神社は私全然実は知らなくてですね、地元のタクシーの運転手さんがガイドしてくださったんですよ。それで、どこかいい神社ありますかって聞いたら、ここがいいよって連れて行っていただいたのが三好神社だったんです。で、ここね本当に行ってよかったなと思ったんですけれども、ここも、そうですね、商売繁盛金運アップの神社なんですけれども、ここの三好神社に行くとお金の流れが良くなるよって言われてるそうなんですよ。ぜひねここでね動画から波動の参拝、波動参拝してほしいなと思うんですけれども、本当そういう神社で、ぜひねそういう金アップにまつわるような参拝をしていただきたいなと思います。で、ここのね三好神社ってすごくエネルギーが強いんですよ。なんかね、どっしりとした力強さのパワーがあるような神社で、ものすごくこじんまりしているような神社なんですけれども、パワーはすごいっていうことで、札幌のね市内からも近いので、ぜひね札幌に行った時なんかは寄っていただくといいんじゃないかなと思いますが、ここの参拝、ぜひやってみてください。そして次に行ったのが北海道神宮東宮っていうね、ところなんですけれども、前回ね北海道神宮の動画をねアップさせていただきました。ここが北海道神宮ってやっぱり冬になってしまうと参拝しに行きづらいっていうことでできた、神社なんだそうです。で、ここも分霊されてる神社なんですけれども、ここもね同じ神様なので北海道神宮と同じなんですけれども、男性の強さがすごくみなぎってる神社なんですが、でもねやっぱりエネルギーは違うんですよね。同じ神様なのにちょっと
神社自体のエネルギーは全然違いました。で、もしね、行かれたら、やっていただきたいのは、話題になったそうなんですけれども、狛犬がいて、狛犬に触ると、恋愛のご利益がいただける狛犬と、もう一つ、一番ね、奥にある狛犬かな。それに触ると、子宝に恵まれるっていうご利益があるそうなんですよ。なので、ぜひ行ったら触っていただきたいなと思いますが、動画にも、狛犬、恋愛情緒の狛犬がいますので、ぜひね、画面からでも波動を受け取っていただきたいなと思います。で、神社ごとにね、ご利益って違いますので、ぜひね、自分に合ったね、参拝をしていただきたいのと、あと、まあ、全部参拝していただきたいなと思うんですが、そこのね、場所のエネルギーをぜひ感じ取ってみてください。今ね、外に出られないっていう方も多いですし、私を含めてね、この動画からエネルギーを感じ取ってパワーアップしていただきたいなと思います。それでは一緒に、パワースポットに行きましょう。Thank you.
ちょっと開けてみます。ドキチThank you.